飛行機から見たら U の形に見えるっていうんで、こっちもちょっと話題になったんやけど、まあ、もし見たいなと思ったら Google マップとかで確認できるんで、ちょうどあのちっちゃい小島、あれが目の部分になる感じで、ほんまに上から見たら U の形になってて面白いです。ダムの上から見た感じです。放流中でないけん迫力がないし、やっぱり横から見た方が。ここは国道439号線沿いの、まあ、通称与作を通って今からあの安井渓谷に行こうと思いよったんやけど、パッと見たら横相川川っていう川なんやけど、めちゃくちゃもう水が透き通って綺麗いけん、でこんにゃく橋見つけたんでちょっと行ってみたいと思います。だからまた今日行こうか。やばいな。もう高知の仁淀川プルンティンは有名なんやけど、これでこっち来た人けど、こういう有名どころじゃないこの相川川だけでもこんだけ透き通ってます。すごい。ほな行くで。ちょっと今下を置いていってんやけど、既にもうブルーめっちゃ綺麗なんや。やってきました。ここが仁淀川の上流なんやけど、まだ朝の9時なんで、朝の9時でこの光でこのブルーやけん、もう昼は多分かなり綺麗と思います。ただちょっといろいろあの水晶物とか滝とかあるんで見に行きたいと思います。なんか作られたような岩やけど、すっごい綺麗な湖、エメラルド。ほな奥へ向かっていこう。もう今安井渓谷のずっと川沿いに岩の道をずっと歩いて上のも着きました。いろんなところでもう滝壺みたいなのがあるんやけど、飛行物みたいにこう大きいスケールではないんやけど、しっかりこの滝壺もブルーで、まあ雨も降ったげんか公開でここも綺麗だと思います。綺麗。もう下の砂利まで見える感じやな。綺麗な。ほんまここ見たら洞窟があります。洞窟というか岩と岩の間のトンネルというか、ちょっとほなここは蛇割れの洞窟だそうです。なんで蛇割れなんだろう。なんか入り口はこう狭い感じ見えるかな、狭い感じで降りてたんやけど、ここの空洞はちょっと広い。岩と岩がこう重なり合った感じで、へえ。ここだけは岩が重なっとうけど落ちてけへん感じ。うお、ほんでブルー、綺麗な秘密基地みたい。綺麗。おっと岩が動く。綺麗な。こんだけ透き通ってて魚おるんかなと思うけど、あ、おったあれわからんか。いや透明やけどごっつわかるんやけど、カメラではわからんかもしれん。あ、逃げてもた。途中で道があるのが邪魔やけど、ずっと上の方までこんな感じで長い時です。水晶口っていうのがここから 150m 先にあるみたいなんで、この遊歩道を通って見に行ってみましょう。砂防ダムです。なんか
かこう滝の淵みたいな。あー、かなり深いけん緑も濃いです。開けてこう綺麗に割れたんやけど、この石なあ、来てよかったです。晴れてきたし、いい感じ。今日は太陽の周りに光の輪ができています。あ、眩しいってこれ以上見えんけど、これはハロという現象だそうです。ようこそ須崎市へ。ということで今日お昼のご飯に鍋焼きラーメンを食べに須崎駅の前に来ました。一応今予約で、まあ、須崎の駅前食堂さん、もうここへ来たらちょっとラーメンの香りがプンプン匂ってきます。美味しそうな匂い。ほら行ってみましょう。あいつ熱いね。生卵は入ってたけど、厚さで感じになりました。ちょうど半熟の黄身の部分が絡まって、確かに。短縮しました。ねえ、平日の私熱々で臭いやけどしたけど、まあ美味しかったんで、またみんな食べてみてください。